大変お待たせしました。最終回です。指示からの2人と舞のパフォーマンスを始めさせていただきます。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
はご観覧いただき本当にありがとうございました。光と舞のあと伊藤のですねパフォーマンス、これで最後になります。この場をいただいて、こういったものをさせていただいて、見ている方の、エネルギーといいますか、その場の雰囲気によって、こういった踊りは音楽も全て変わってきます。なので皆さん全員が参加してくださって、この作品になっている、作品といいますか、その、この場が出来上がって何かが変化していく、何かが起こったような、そういう場を作りたいと思って、何かをそう起こして体の中でも外でも変化していく、そういうものの一つになりたいと思ってやっております。また、こういった機会がいただけましたら、ぜひ皆さんご参加いただけるようにお願いいたします。ありがとうございました。アンコール。アンコール。ありがとうございます。アンコール歌いますか。アンコールが来るとは嬉しいんですが、何をしたらいいんでしょうか。アンコールは音楽の方は何かご希望がございましたら。テーマを言ってもらえばいいんじゃないですか。何かテーマはございますか。アンコールの。それを想像して、アンパンマン。アンパンマン。それもあれだね。歌うんだ。アンパンマンは、世界のヒューロー。楽しくよ。アンパンマン、なかなか難しいお題が出ましたけども。はい。そろっと、はい、5分だけ、いいね、もうタイトル声出してまして、thank you.
しいお題でしたけど困難があっても明るく元気に楽しく向かっていくという感じでやらせていただきました。皆さんで励まし合ってそうやってやっていきたいなって思います。言葉にしなくてもこう通じ合うところっていうのはこういうところであると思いますので、またぜひ皆さんと一緒にこういう場を作り上げられたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。もしよろしければお気持ちをいただければありがたいです。まあ、ご無理じゃなくても皆さんの一言だけでもそれもお気持ちですので、ぜひ何かご感想などありましたら一言だけでも教えていただけたら、お話しいただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。